本日はご多忙のところ、第1回ロイス DS 成果報告会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。感謝申し上げます。情報システム研究機構ロイスは、国立局地研究所、国立情報学研究所、統計推理研究所、国立遺伝学研究所の4つの大学共同利用機関からなる法人でございます。全国の研究者コミュニティを連携して国際水準の研究を推進するとともに、21世紀の重要な課題である生命、地球環境、人間社会など複雑な現象に関する問題を情報とシステムという視点から捉え直して、データサイエンスを駆使して促進して解決を目指してまいりました。2004年の機構設立以来、分野融合型研究の推進を開始し、その後、データ中心科学リサーチコモンズ事業を推進して、ビッグデータを活用するための基盤整備等を行ってまいりました。これらの実績をもとに、2016年の本第3期の中期計画開始とともに、データを積極的に活用して、科学の発展や社会のイノベーションを推進するデータ駆動型学術研究の支援事業を実施するため、新たな組織としてデータサイエンス共同利用基盤施設 DS 施設を設置したところでございます。DS 施設ではデータサイエンスの促進を担うフラッグシップの事業としてデータ共有支援事業やデータ解析支援事業のほかデータサイエンス人材育成を柱として機構が他にもございますがその機構間の連携や公募型共同研究データベースの構築によるデータ駆動型研究の支援を実施しセンター数も当初2センターだったんですけれども、6センターに増やして、データサイエンスの促進と全国への展開の支援を通して、科学の発展や社会のイノベーションの推進に寄与しようとしております。そのような中で、来年度は第3期中期計画の6年の最終年度となります。現在第4期の新たな中期目標計画の策定に向けて議論を進めているところでございますけれども、DS 施設については、この第3期で機構の最重点事業の一つとして位置づけてまいりましたけれども、第4期においても、本機構の最も重要なミッションを担う組織となることは間違いございません。また、第4期の設立、当初の設立を目指しております、4つの大学共同利用機関法人と総合研究大学院大学で構成いたします連合体構想においても、その大きな柱である研究力強化の事業の一つとして、データサイエンスの推進を掲げておりまして、この DS 施設が中心的な役割を期待されているところでございます。本日は DS 施設が設立から5年が経過して、そしてこの中期経過があと1年というようなタイミングで、DS 施設のこれまでの活動紹介と、公募型共同研究の成果を中心として、報告会を開催させていただくことにいたしました。最初に施設長の藤山先生の方から、DS 施設の設立趣旨の説明とこれまでの取り組みの概要をご説明いただき、続いて、公募型共同研究課題から、情報通信研究機構 NICT の村田様、埼玉大学の積田様から、それぞれご講演をお願いしております。また、後半の第2部では DS 施設の6センターにおける代表的な取り組み事例について、活動をご報告したいと思います。ご参加の皆様方から、現状と将来への忌憚のないご意見、ご教授をいただき、将来の発展に、生かしていきたいと考えております。本日は6時過ぎまでの非常に長い帳簿となりますけれども、皆様何ともよろしくお願い申し上げます。以上で開会のご挨拶とさせていただきます。本日よろしくお願いいたします。